こんにちは、スタイリストの大山俊です。 今回ですね、ちょっと皆さん、いつもと違った環境からまた動画をお届けしたいなと思ってるんですが、僕が今日来てるのは、グローバルワークスマイルシードストアさんですね。まあ、こちらの店舗にお邪魔してるわけなんですけども、先日ですね、皆さんも聞いたことがあるかなと思うんですが、僕の動画でもおなじみのグローバルワークさんの新業態が始まるということで、どうなのかなというところで、僕も気になっていたんですよね。そこで、ちょっと今回は PR とかではない おはい、僕自身も初めて見るので、どんなものがあるのか、まだわからなくてワクワクしてるんですが、まあ、この中からですね、特に初夏から夏にかけて皆さんにお勧めできるようなものをですね、どんどん掘り起こして力強くですね、解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。ちなみに、こちらのブランドの コンセプトなんですけども、まあ、グローバルワークさんって中価格帯ぐらいなんですけども、まあ、そこよりもさらに少しリーズナブルな価格帯になっているので、割とですね、気軽に買いやすいのがスマイルシードストアさんの、まあ、一つの魅力かなと思います。で、アイテムの特徴なんですけども、トレンド感重視というよりは、ベーシックで定番的で、まあこう、1、2年で消費してしまうというよりは、ちょっと長く使えるようなものが多いのが特徴で、そのあたりが、まあ、僕の動画の 特性とか、見ていただいている皆さんにもフィットしやすいかなと思うんですね。なので、今回は、おそらく僕が一番かもしれないですが、えー、皆さんにですね、えー、ご紹介したいなということで動画を撮っています。まあちょっとね、あの、理屈はこんなところにしておいて、まあ実際にどんなものがあるのか、ここが重要なので、見ていきたいなと思います。はい。まあ、見てみるとですね、メンズもありますし、レディース、そしてキッズまであって、様々な展開があるので、まあ、ファミリーで楽しんでいただけるかなと思います。まあで デザイン的には結構ベーシックで使いやすいものが多いっていう感じなんですけど、ちょっとこの辺りも見ていきましょうか。はい。ちょっとニューって書いてありますけども、まあ、T シャツなんですが、まあ、いわゆるこうポケット付きの T シャツですね。まあ、この辺りはもう季節的にもこれから夏はガンガン活用できるかなと思うんですけども、ポケットが付いていて少しこうアクセント要素もありつつ、色が綺麗ですよね。なんかブルー系で清涼感のあるこういったカラーなんかはすごく使いやすいなと思いますね。 まデザインはオーソドックスなんですけど、サイズ感は少しだけゆとりがあります。このあたり比較するとわかりやすいのが、まあ、ユニクロと比較すると、ややですね、こちらの方がサイズ感は緩いかなという感じがします。その点は、あの、気軽にいつものサイズを選んでいただければ、トレンド感も出るんだけども、デザインはベーシックっていうところで、これなかなか良さそうですよね。これも後ほど着てみたいと思います。カラー展開も、まあ、ブルーもあれば、この色もいいですね。 なんだろ、この色は。ちょっと見てみましょうか。え、グレージュですね。まあ、まさに、こう、曖昧なカラーなんですけども、結構これ、おしゃれに見えます。はい。黒いパンツでも白いパンツでも合わせやすいので、この T シャツはデザインベーシックですけど、色味のね、出し方すごくいいなと思いましたね。この辺りの T シャツ、まずは要チェックしたいところですね。あとはですね、どうだろうな。こっちの方に行ってみましょうか。ボトムスもですね、 きましたね。軽やかイージーパンツってやつですかまたこれ、鉄板で使いやすい系ですね。はい。まあ、僕はこういった、ちょっとね、ゆるさもあって、楽に履けるパンツが好きなんですが、ブラックで、まあ、本当に軽いです。持った感じが軽くて、サイズ感は少しゆとりがあります。で、このドローコートついてて、後ろゴムってところで、またこれも使いやすいですね。価格が、 2970円ってことで、まあ普段のグローバルワークさんの価格よりもちょっと抑えめなので、これぐらいだと気軽に買いやすいってところはあると思うんですよね。まさにこちらショッピングモールの中に入っているので、ちょっとお買い物をついでにさらいと立ち寄って、ちょっとこう夏服買いたいなって時には、これぐらいはやっぱり心理的なハードルはすごく低いかなと思うので、使い勝手良さそうですね。はい。これも後ほど履いてみたいですね。こちらのゾーン行ってみましょうか。 いろいろありますね。ちょっとじゃあこっちから行きましょうか。はい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 。このシャツもいいですね。リフレッシュコンフォートって書いてありますが、ちょっと素材的にこう、リネンライクな感じなんですかね。 いいですね。理念の風合いがちゃんと保たれながらも、機能的な素材使いっていうところで、これは使い勝手良さそうですね。色味もですね、ちょっとこれは、グレージュですね。ちょっとベージュにグレー混ざってる感じ。先ほどのグレージュよりはちょっと明るめの春夏らしい色合いで、このポケットが僕大好物なんですよ。ダブルで、両胸についてるポケットがデザイン的にも一つアクセントになるので、これは使い勝手良さそうですね。 960円。使いやすそうだなーで、カラーバリエーションも豊富ですね。これ何色なんだろう。あこれもね、使いやすいですよ。ブラックだとちょっと重たいなーって時にも、ダークブラウンぐらいの色味が大人っぽくて、なおかつブラウンの中でも深めなので、やぼったく見えない。これも良さそうじゃないですか。いいなーこの辺りちょっと軒並み後で着てきますよ。めちゃくちゃ良さそうですねー。 また定番的な、もちろんネイビーですね。うん、なんか僕がですね、以前出した動画で、メンズの着こなしのカラーっていうところで言うと、ネイビーだとか、グレーだとか、ブラック、ホワイト、このあたりが使い勝手が良くて、まあ絶対押さえておくべきカラーと。で、それに加えて、ベージュだとか、オリーブ系、このあたりが加わると、さらにおしゃれに見えるっていうところで、そのあたりのカラーパレットが全部収まってるっていう感じなので、結構迷わずに、 買い物ができるんじゃないのかなと思いますね。このネイビーいいですよね。これも。ブラックパンツ、ホワイトパンツ合わせてもいいですね。で、それに合わせられるようなボトムスですね。これセットアップも組めそうですね。はい。このちょっとなんだろうな。春夏らしいですね。パンツの色味もめちゃくちゃいいなと思ってます。はい、いいなこれも価格帯が3960円買いやすいですよね。 はい。続いて、こっちの像を見てみましょうか。こっちは、えっ、ー、と、リネンコンですね。先ほどはリネンライクな素材でしたが、こっちはリネンコンっていうことで、ランキングナンバー3ということでね、売れてるっぽいですね、これね。確かにいいですよ。ストライプのシャツなんですけども、割とこのブルーが多めの分量で、この清涼感のある感じっていうのは、すごい使いやすそう。 いいなぁ。これもちょっとなんか気軽に羽織るだけで、T シャツの上に羽織るだけでも着こなし完成しちゃうので。 いいんじゃないでしょうか。まあ、ベーシックで使いやすいっすよね。なんか、ベーシックなんだけど、サイズ感少し緩いので、ちゃんとこのサイズ感の部分で、今っぽさとかトレンド感は出せるっていうところでは、まあ、ユニクロっぽさもありつつ、ユニクロの価格帯ぐらいで、まあ、GU の雰囲気というか、そのあたりもなんか、ミックスされたようなイメージが、僕の中ではありますね。このあたり行っていいのか、わからないですけども、行っちゃおう。はい。 あと、この辺りのボトムスなんかは、まあ、まさにちょっと細身のアーバンスラックスっぽさがあるっていうところで、使い勝手いいんじゃないですか価格帯3960円なので、もうちょっと買いやすい感じ。えー、前から見た時には綺麗な見え方で、後ろから見ると腰ゴミ入ってるってところで、これもね、使い勝手いいんじゃないでしょうか。 いいですね。今んところ見るもの見るもの使い勝手良さそうで、かなり僕の動画とは相性良さそうですよね。あとこっちのボックスシルエットのシャツ、半袖シャツ、これもまた好物ですよね。うんちょっと取り上げてみましょうか。こちら。 まあ、レギュラーカラーついていて、えー、割とコンパクトな襟の雰囲気。そしてサイズ感は少し緩めで、ダブルポケットがついてるみたいな感じ。これも今のトレンド感を抑えながらも、でもベーシックで数年先も使えるような、そんなアイテムになってるかなと思います。で、個人的にはネイビーもいいし、あとはグレーかな。グレーもなかなかいいですね。えー、チャコールグレーぐらいの色ですかね。うん。 すごくいい色ですね。これも大人っぽくて雰囲気いいんじゃないでしょうか。まあ表面のこう。 柔らかなとろみ感と言いますか、微光沢の感じも上品に見えるので、そうそう、全体として言えるんですが、価格帯は抑えめなんですけども、素材感がチープになるってことがなくて、そのあたりが結構僕の中では驚きでした。例えば、あの、先ほどお伺いしたんですけども、同素材を使って、メンズだけではなくて、それを横展開、女性ものレディースだとか、キッズでも使ったりだとかすることで、まあ、ある程度コストを抑えたりするところで、素材感を決してこう下げない形で、 展開してるってところでこれはコスパはめちゃくちゃいいですよねこれは実際に来てしかもねいろいろお伺いしないとわからない魅力かなと思うんですがはい、続いてこっちの内側に入っていきましょうかあ、こういったなんだろう部屋着ですか部屋着から寝巻きみたいなものもちゃんと用意されてるんですね肌触り良くてダブルガーゼセット いいですよね。な快適なこういったね、あの、寝巻きみたいなものがあると気持ちがいいんですが、ここまでちゃんと揃っているので、大体いいこのお店に行けば一通り揃ってしまうってところは魅力ですよね。はい。ちょっとこの辺りのスポーティーなフード付きのアウターなんかも使い勝手良さそうですね。撥水加工してあって、この辺りは、 サクッと羽れば、なんか自転車だとか、バイクに乗るときにも雨降っててもね、あの、いいんじゃないのかなと思います。デザイン的にはね、こう、スポーツブランドのロゴがないので、よりこう、普段の着こなしに馴染みやすいようなアプローチになってるかなと思いますね。これで5百4 0円か。やっぱり気軽ですよね。いいですね。 お、このあたりは、えー、バンドカラーのシャツだとか、レギュラーカラーのシャツとか、まあ、かなりオーソドックスで使いやすいような、そんなアイテムが多いですね。このストライプのシャツとかも使いやすいですよね。えー、いいなあと、このあたり。あ、個人的にはこういうブルーのシャツも好きですね。 なんか、勢力感っていいんじゃないですかうん。ベーシックなんだけども、サイズ感にちょっと緩み、緩さがあることで、ちゃんと様になるんですよね。そのあたりがすごくいいですよね。結構、テンポも、まだまだこれから増えると思うんですが、まあ、EC でも買いやすいってとこでは、少し緩めのサイズの方が、あの、安心感があるし、今のトレンド感も出せるので、すごくね、サイズ感も含めていいんじゃないのかなと思いますね。ボーダーのカットソーもね、ちょっと今季旬なアイテムなので、これ S サイズなんですけど、 結構見幅、ゆったりしてますよね。ホワイトベースで、これまあブルー系のラインが入ってるんですけども、まあ本当にオーセンティックなアイテムで使い勝手がいいと。だけど、ちょっとサイズ感横にゆとりがあって1枚で着ても3枚になるってとこでは、これも使いやすいですね。1980円。結構これは価格的にも買いやすいんじゃないでしょうか。そして、このあたりのワッフル T シャツですね。これも、 男性が好きなやつですよ。僕も好きですが、表面に凹凸感があって、ちょっとこう男らしさがあるんだけども、なんかまあニットライクに見えるってとこでは上品に見えるってところで、個人的にも好きなアプローチですね。ちょっと緩めのサイズ感で、えー、デザイン的にはシンプルなんですが、使いやすいと。色味はこれベージュっぽい感じですかね。柔らかみのあるような色味で。まあベージュっぽい色合いですね。これいいですよね。ちょっとダークグレーっぽいものもいいと思うし、このあたりは1980円。 うん、買いやすいですね。ちょっと差し色っぽくグリーンでまとめてもいいですね。これネックレスじゃないですよ。このブランドのね、アイコンですからね。はい。いいですね。このような綺麗な色でもいいんじゃないでしょうか。うーん、いいなぁ。はい。続いて、こっち行ってみましょうか。ほぼ一周してきましたよ。はい。 こっちの方に行くと、あ、まあ、カーディガンですよね。まあ、これから、あの、初夏なんですけども、えー、一回梅雨挟むので、その時に雨降ってるとちょっと肌寒かったりするので、そういった時に T シャツの上にさらりと羽織れると便利なのがカーディガンですね。 この辺りがボタンがないんですよね。いわゆる一般的なカーディガンに比べるとよりこうコンパクトでシャープに見えるのがボタンレスのカーディガンなんですが、この辺りもしっかりとやっていてくれるので便利ですよね。まあ、定番的なネイビーとこういったライトグレーに近いのかな。あの色合いすごくいいので、この辺りは使いやすそうですね。そしてバンドカラーシャツ。ま、あこの辺り僕持ってそうだな。<laughs> すごい持ってそうな感じ。 使いやすそうだなこれも後ほど着てみますね。そう、ブルーの無地もいいし、このあたりの清涼感あふれるブルーのバンドカラーシャツ、ちゃんと定番的なんですけども、うん、使い勝手がいいような雰囲気もちゃんとあっていいですね。で、ラストが、こちらが、靴下があり、 下着があり、あとインナーとかも作ってるんですね。なんかこのあたりは新鮮な感じがします。うん、一通りお店に行けば揃う感じですね。はい、ということで、ちょっといろいろと見てきましたが、まあ、この中で僕が特に着てみたいなっていうものにですね、ちょっと着替えて、最終的にまた皆さんに解説をしていきたいなと思っています。 はい。ということで、実際に着ていましたが、いかがでしょうかまあ、かなりこれは仕上がりいいですね。まずはシャツから解説したいなと思うんですが、半袖のシャツは、まあ、大人世代にはかなり欠かせないアイテムかなと思います。まあ、夏はね、結構暑いので、半袖の T シャツ1枚になりがちですけども、それはそれで良しとして、まあ、ちょっとこう、襟付きのシャツが1枚あると、小綺麗に見えたりするので、僕はシャツがすごく好きなんですね。で、半袖なので、適度にこう、カジュアル感は出るんですけども、 えー、袖丈はやや長めになっていて、えー、身幅もですね、これ M サイズ今着てるんですけども、適度にゆとりがあるので、まあベーシックなデザインなんですが、サイズ感の面でトレンド感も出るというところですね。で、ポケットが、まあ先ほどもお伝えしましたが、ダブルでついてるので、これが良いアクセントになりますよね。これはいいですね。で、色味がこれは、まあ、グレージュという表記なんですけど、まあほぼこうベージュに近いような明るめのカラーなので、まあボトムスをこうブラック系で、 引き締めてあげて、上半身をこういったベージュでまとめてあげれば、もう間違いなく失敗しないスタイルができるかなと思います。 履いてるもの、スマイルシードストアさんのものなんですけども、これも快適ですよね。かなり薄手で肌にまとわりつくことなくて、さらりと履けるのですごくいいし、あとはシルエットですね。僕はこれぐらいの感じがすごい好きですね。今っぽい、少しゆとりがあるんだけども、決してこう、太すぎないという大人らしいバランスになっています。丈の長さも最初から少し短めになっているので、裾上げしないでそのまま履けるかなと思うので、 このまま一つスタイル完成なので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんチェックしていただきたいアイテムかなと思います。で、このシャツは結構カラー展開が様々ありますので、ちょっとこのまま違った色も着てみたいと思います。おこれもいいですね。僕はちょっとこの男らしさのあるというか、メンズが好きそうなこのカラーもですね、かなり好みですね。まあ、オリーブっぽい色合いなんですけども、ちょっとこうブラック系のパンツと合わせてあげると、これまたいいんじゃないですか うーん。色変わるだけでだいぶ雰囲気変わりますよね。ちょっと爽やかな先ほどみたいなね。明るいベージュ系もいいんですけども、ちょっとこう、男性が好きなミリタリーも感じるようなオリーブなんだけども、でも上品に見えるようなそんな色合いなので、これまためちゃくちゃいいですね。皆さんはどっちの色が好きですかぜひコメント欄で教えていただきたいなと思います。まあ、これに対してパンツはちょっと明るめの先ほどあったこのあたりですよね。 これもなんか合いそうな感じしますよね。ちょっとボトムス明るくしてもいいかなと思うので、こちらもちょっと履いてみたいと思います。 はい、ということで、今度はボトムス変えてみましたが、いかがでしょうかこれまた、よくできてますね。先ほどの素材のものよりは少しサイズ感は、コンパクトになってるんですが、ただ空気が通り抜けるぐらいのゆとりもあって、大人っぽい雰囲気もちゃんと出るかなとは思いますね。これもいいですね。まあ、素材を合わせて、だけど色を変えてあげる。まあ、ベージュなんですけども、結構明るめなので、ホワイトのようなちょっと清涼感もありつつ、だけど白すぎないってところでは、 いろんな方に使いやすいかなと思います。まあ、今期はボトムスちょっと明るい色っていうものもね、ぜひトライしていただきたいので、オリーブのシャツとこういったライトベージュのね、パンツもなかなかいい組み合わせじゃないでしょうか。これもいいですね。これがベースにしながら、シャツをこうネイビーとかにしてあげても良さそうですよね。 ちょっと実際には着ないですが、こんな感じで、ネイビーとこういった、ね、ベージュ、ライトベージュもすごく相性がいいので、こういった着こなしもぜひ試していただきたいなと思います。いいですね。これも素揚げしないでそのまま履けそうなのが個人的に嬉しいなと思う点ですね。他にはですね、先ほどのちょっとリネンのシャツですね。これも良さそうだったので、こちらの方ちょっと着てみたいと思います。 はい、ということで、今度はですね、リネンコンのシャツ着てみましたが、これまた清涼感ってめちゃくちゃいいですね。まあ、リネンのシャツというのは夏の定番的なアイテムで、僕も好きでよく着てるんですけども、この独特のシワ感ですね。まあ、シャツなんだけども、気軽にこのシワ感も含めて楽しめというところでは、まあ、1枚あると便利なアイテムなんですね。で、このブルーのですね、ちょっとこう、分量が多いストライプですね。ブルーがベースにホワイトの少しストライプが入ってる感じが、 的にはすごく好きですね。ブルーの中でも淡めよりは少し濃い感じがまたいいなと思っていて、T シャツインしながらさらりとその上に着てあげて、もう羽織り物感覚で着るっていうのが個人的にはやってみたいスタイルかなと思いますね。こちらも M サイズなんですが、程よくゆったりですね。 ワイドになりすぎないような、まあ、絶妙なサイズ感というところが、スタンダードなところとトレンド感をうまくミックスさせた、まあ、ちょうどいいアンバイなのかなと思ってまして、これも使い勝手いいですね。ぜひ皆さんも試していただければなと思っています。 はい、続いて T シャツですね。これまたいいんじゃないでしょうか。ベーシックな T シャツではあるんですが、これまたポケットがついてることで一つアクセントができてるのと、あとは前と後ろで長さをちょっと変えてるんですね。こういった細かなポイントってシンプルな T シャツだからこそすごく なんか小技が効いていて好きだなと思いますね。あとは色味ですね。まあ白だとかブラックもいいんですけれども、ちょっとこう、T シャツ1枚で着た時にも地味に見えすぎないような、こういったオリーブという色合い、1枚でも綺麗な感じが出るので、これすごくいいですね。欲しい。うん。素材の質感もですね、微光沢があって上品に見えるし、これは高見えしますよね。 使い勝手抜群に良さそうです、まあ。ちなみにサイズ M サイズなんですけども、まあ袖丈もそんなに長すぎないけども、決してこう短い感じではないので、あの、従来のドベーシックというよりは、今っぽいベーシックというところですごくよくできているので、こういった T シャツもトライしていただきたいなと思います。 はい、続いてラストの着こなしなんですが、ボーダーの T シャツをですね、メインとしたコーディネートを組んでみました。これまたもう大人の男性であれば、もうベーシックで使いやすいかなと思います。僕ら世代だとこのようなボーダーの T シャツはかなり馴染みがあると思うんですが、まあ最近のものはちょっと見幅ゆったりめにとっていて、まあこれ単体でも楽しめるし、あとは重ね着でも使えるところがすごく便利な感じかなと思います。今年は僕もボーダーのカットソーは3枚ぐらい購入しました。まあそれぐらいちょっと久々に着たい タイイミングが来てててるるかなと思っいいのでで皆さんもぜひ、えー、トライしたただきたいですねホワイトベースにブルー系のラインですね。この感じが清涼感あっていいですし、子供っぽく見えすぎないような分量なので、これすごくいいですね。まあ、これをベースにしながら上にですね、シャツを着るようなスタイルもすごくいいので、ちょっと上に羽織ってみたいと思います。 はい、ということで上にですね、こちらシャツを羽織ってみました。これもね、すごく良くて、ライト TR シャツというもので、素材感、とろみがあって、ちょっと透け感があるんですけども、この感じはすごく上品ですね。今回ブラウン選んでみましたが、深めのブラウンで、これだと大人っぽく見えるなと思います。大人っぽいこういったブラウンのシャツに対して、内側ボーダーのカットソータックイン。今っぽくていいんじゃないですかね。このまま帰れそうなスタイルなので、まあ ぜひこういった着こなしも皆さんトライしていただきたいなと思いますね。このシャツどっちにしようか結構悩みます。リネンライクのやつも良かったし、TR のこのトロッとした感じもいいので、ちょっと迷いますが、ぜひ皆さんもね、今回ご紹介したものの中でこれ欲しいっていうのがあったらお伝えいただければなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、グローバルワークスマイルシードストアさんにお邪魔させていただきまして、まあ、初夏から夏にかけておすすめできるようなものをですね、皆さんにご紹介させていただきました。初めて店内に来たわけなんですが、これめちゃくちゃ良かったです。あのね、実際にこれはリアルに PR じゃないので、僕は思ったところを素直にお伝えするわけなんですが、価格帯リーズナブルっていうところはもちろんいいんですけども、リーズナブルでも使いにくかったら意味がないので、 実際に見てみると、ベーシック、定番的なところを軸足にしてるんだけども、サイズ感に少しゆとりがあって、そのあたりにトレンド感を感じるので、まあ、すごくですね、大人世代にも使いやすいものが多いと思います。今年だけではなくて、来年、再来年と、複数年で見ても使えるものが多いかなと思うので、まあ、僕たちのライフスタイルに寄り添った、そんな服が多い印象なので、ぜひ皆さんもですね、お近くに店舗がある場合は、実際に訪れてみていただきたいですし、あとはオンラインの方も充実してますので、そちらも も含めて商品チェックしていただきたいなと思いますまあ、店舗を見ていただいてもなんかすごく商品が見やすい状態で並んであるんですね買い回りもしやすいしそのあたりは新しいブランドというところもあってすごく考えられた店舗設計だとか買い物のしやすい環境に整ってるかなと思うのでまあ、そういったところも含めて見ていただくと楽しいのかなと思いますということで今回はこちらのショップからお届けをしましたこれからも僕のチャンネルではいろんなですね優れたブランドさん ご紹介したいなと思っていますので、これからもぜひ楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。